今運ばれようとしているミサイルというのはこの石垣市民を守るためのものではありません。私たちの島言葉の中にね、戦争ということはないんです。はい、こんにちは、長野インターネットと申します。こんにちは。はい、こんにちは。今日は長野県は松本市に来ておりますけども、はい、今日、上映会がありました。その、はい、ビデオジャーナリストの井本さんに来ていただきました、はい、すいません、自己紹介お願いします。もともと東京都の公立小学校の教員だったんですけども、はいはい、2006年に、自主退職をしまして、それから、はい、映画が好きだったので映画を実習制作をして、まあ、今は沖縄に通って、沖縄の映画を作っています。沖縄の、まあ、内容ということだったんですけども、はい、沖縄にはもう毎月何回も行かれるんですか？毎月行くようなお金はありません。年に3、4回ですね。なるほど。ああいったシーンは、まあ趣味をこう貫くために何かこう撮っていらっしゃるんだと思うんですけども、はい、どのようなこう目的を持ってるんでしょうか？目的というか、自分が知らないので、はい、知らないことをやっぱり知りたいというかね、そういう気持ちで言ってますね。やっぱり沖縄で起きてることっていうのは報道されていないっていうのが現実としてあるので、それを知りに行きたいということが一番大きいですね。やっぱり今台湾有事とか言われていて、自衛隊の基地が実際できている、そういうことについてやっぱこれ大きな問題じゃないかと思っておりまして、それを取りに行ってるということがありますね。そして今回、まあ、上映会になったんですけども、はい、ちょっとそのビデオ の紹介をしていただきたいと思うんですけども。これ今日上映したんですけども、はい、3月に石垣島で、陸上自衛隊の石垣駐屯地が開設いたしまして、はい、ミサイル基地なんですけれども、まあずっと2019年から工事が始まって、まあ、今回開設ということでまだ完成はしていないんですけど、ただその3月たった1月の間に、150台以上の自衛隊車両、その中にもちろんミサイルの発射台もありますし、またその数日後にはそのミサイルとして弾薬が必要ですので、その弾薬も民間港を使って陸揚げされると。そしてその陸揚げのルート、どこを使って何時からやるのかということも全く公表されずに行われたということで、やっぱ市民団体なんかそういう問題じゃないかということで、まあ反対行動をやったわけですね。それを取材して、まあ、それを20分の映像にまとめましたので、はい、まあ、ぜひ見ていただきたいなと。このことについてはほとんど報道されていませんので、ぜひ知っていただき、考えていただく材料にしていただければなというふうに思います。まあ、ロシアの方でもこう戦争が現に起こっているわけなんですよね、はい、そういったことに対して、まあ、危ないという人もいらっしゃるんですけども、その辺はどうなんでしょうか？ロシアで起きているウクライナ戦争については直接はまた別の事態ですので、はい、それを直接関連づけるということにはまず無理があると思いますよね、うん、ただ日本政府としてそのウクライナ戦争に対してどういう立場を取るべきかとか、あるいは今後日本政府が戦争といいますかね、防衛についてどのような政策を取っていくのかということは直接私たち自身の問題になってきますので、やっぱり関心を持った方がいいんじゃないかなということで、まあ、具体的には台湾有事という問題が起きてきてますので、それはただ単に中国が怖いから戦争のための準備をすべきだというふうに短絡的に考えるんじゃなくて、一体どういう方法があるのか、実はどのように進行しているのかということはもう少し冷静に考えながら、これから向かっていく時代に入ってしまったなというふうに思いますね。講演の中にも、まあ、中国がこう、まあ船舶がこう領域に入ってくるっていうその、まあ、統計を取ったものがありましたけども、はい、ああいったものもよく見ると、まあ、傾向的にはどうなんでしょうか？要するに、まあ、日本が主張している業界内に、まあ、マスコミなどの、宣伝といいますかね、報道の仕方はもう常時、中国の艦船が、まあ、日本の
領土に、ね、近づいてきていると、まあ、尖閣諸島は日本の領土だからということで、その日本の領土に近づいてきているという常時近づいている常態化しているというふうな報道のされ方をしているんですけども、実態はですね、あの公共機関が発表しているデータを見てもですね、はい、月に 2,3 回というそういう程度のことなので、まあ、それについても良くないことだという意見は当然あっていいわけですけども、それがもう本当に常時ですね、やってきているというような、まあ、僕にはその古代化した古代化ですよね、本当に起きていることよりも大きく報道されてしまっている、大きく知らされてしまっているということについてはまず、それが事実なのかどうかということを確認してから、あの日本の政府の今やっていることについて考えてみるということが必要なんじゃないかと思います。なるほど。今後のジャーナリストとして、まあ、なんか夢はどんなことでしょうか。僕自分がジャーナリストだと思ってませんので、あの知りたいことを知って、それをまあ映像にしてそれを伝えて、で伝えるということも、断言したことを伝えるのではもちろんないので、それを見た人たちで、まあ、考えて、まあ、話し合っていくということをこれからも続けていきたいので、上映屋という活動をしています。自分が私が撮ったものを見てくださいということで、はい、そういう取り組みもしておりますので、ぜひ注目して、ご興味や関心を持っていただければ ありがたいなと思います。上映屋さんですね。上映屋です。はい、なるほど。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上で映像は終わりなんですけども、あのこの映像についてちょっとあの解説をさせていただきたいなと思います。少しお話をさせてください。3月に1ヶ月間の間に石垣島に、ミサイル基地の駐屯地ができるということで、さまざまな軍事物資が運び込まれまして、その中で私が一番気になったのはこのシーンなんですけど、映像の中であったのを覚えていらっしゃいますでしょうかね。自衛隊の基地のゲートのところで、自衛官がですね、この自動小銃を持って、まあ、見張ってるわけですけど、4人ぐらい、常時いました。で、交代するときにこうやってお願いしますってかけたシーンがあったのを覚えていらっしゃいますでしょうかね。で、これについてはあの岐阜県で18歳の自衛官、候補生っていうんですか、が同じ、先輩の自衛官を射殺してしまったという悲惨な事故がつい最近ありましたですよね。で、あれについてはもう報道がパタッと止まってしまったというか、一体これはなぜ起きたんだということがなかなかこう僕らに伝わってきていないと思うんですけども、週刊金曜日の最新号でですね、あの事態というのはあの元自衛官の方にへのインタビューなんですけど、まあ、練習場で起きたことなんですけども、練習場の準備線というのがあって、準備線から後ろでは絶対に実弾の装填というのはできないはずなのに、なんか報道を聞くとこの自衛官の方が言うには、準備線よりも手前でですね、その18歳の子が実弾を装填してすぐに射撃したということが報道されているということなんですよ。で、こんなこと普通ありえないことだ。で、なぜそれが起きたのかっていう報道が全くされていないということが問題だということと、あと私は実感として感じるんですけど、さっき言ったようにもし実弾が、これ実弾が込められてるはずですよね、この自動小銃に実弾が入ってるはずですよね。で、それをはいお願いしますと私いいのかですよね。で、これをやっぱり現地の人もですね、すごく不思議がってる手法になっています。このこと一つとってみても全国的な問題なんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、それをあの僕は、まあ、いろんなこと感じましたけど、言ったことによってね、感じた一つであります。それで、まあ、駐屯地ができたのが3月16日で、大きなイベントが4月の頭にあって、4月の22日に防衛省が、まあ、北朝鮮から弾道ミサイルを撃たれるということで、決起措置命令というのを出してたんですよね。それ以降、沖縄島、沖縄本島、宮古島、そして沖縄、石垣島、そして与那国島に PAC-3 ペトリオットミサイルという短距離ミサイルのが配備され続けているわけなんです。
で石垣島ではどういう状況かというと、そのペトリオットミサイルというのがですね、ここに配備されています。ここです、これ2機あります。でこれすぐ分かりますように、これ重油タンクなんです。でこの重油というのは島の皆さんの、本当に生活に必要なんです。電気を起こしたりとか、そのためにここに備蓄されているわけですね。で1キロもちろん離れてない状態のところに置かれています。で最初もうちょっと近かったんですけど、市民の、まあ、抗議があって移動してもこんなところですね。でそれからこれですね、反対側見るとクルーズ船の停泊しているところと、これがペトリオットミサイルのエリアの、ここです、ここですよ。こんな近いんですね。で石垣島というのは自衛隊の駐屯地がなかったところですので、もちろん自衛隊の船が停泊する設備というのがないわけなんですよ。そういう中にこういうのを陸揚げして水しているわけですから、先ほど の弾薬庫の陸揚げなんかもそうですけども、大きな自衛隊の船がこういうクルーズ船が泊まるような大きな港を使って、民間港を使って陸揚げどんどんされているわけなんですね。でこの事態に対して、これは近くから見た写真ですけど、あ、これ今です。ですね、11日に、石垣島の人工ビーチが、ビーチがその見開きがあって、その海水浴場の隣なんです。これあの分かりますよ、こんな近いところに今ペトリオットミサイルが配備されていて、これが8月31日までこの位置は変えないということを石垣市との間で確認を取っていて、8月31日以降も続くかもしれないということなんで、ずっと4月22日からずっと置かれてるわけです。となるとその前からも考えると、この1年間というのはもう石垣島にとって何だったんだって話で、運動をやっておられる方が軒並み口にされるのは、これを市民を慣らせるためしかないと、慣れさせちゃうんだと思う。これもう当たり前のような状況にさせてしまいたいんだというふうにおっしゃっています。でこれなんですが、それに対してたまたまじゃないんだということで、市民の団体なんかも抗議したりしてるんですけど、僕はこれ素晴らしいなと思うのは、前港湾という労働組合がありますよね。石垣の石垣港で働く前港湾の、前港湾というか港で働く職員というのは100人ぐらいいらっしゃるんですけど、その半数の50人が前港湾の労働組合で 50% 組織してるんですよ。で3月18日に、弾薬が陸揚げされるという時から、前港湾の、沖縄県本部がですね、方針を検討してですね、これはもう危ないと、とにかく働いている人たちが危ないから、そういう事態が本当に起きたら家に戻れと、家にいろと自宅待機っていう方針を出したんです。で僕自宅待機っていう方針を、僕も日教組に入ってたんですけど初めてなんですけど、その全港湾の組合員の方に直接聞いたら、これストライキと違うんですかって言ったら、同じですって言われたんですけど、ストライキはね、ちゃんと投票しなきゃいけないんですよ。自宅待機っていうのは組合員の命を守るためですから、これ即実行なんですよ。それで3月18日に弾薬が陸揚げされたじゃないですか。朝8時ぐらいから陸揚げされて、昼頃までの間そこで働く全港湾の労働組合全員ですよ、全員が自宅待機に入った、実行に移したんですよ。でこういうことって新聞に載ったらない。でこの取り組みをずっと継続してるんですよ、今も。でペトリオットミサイルが展開されたら、実際に家に帰りますよっていう方針は今も維持されてるんです。ですからやるんだよということ で、こういう人たちがいるんだということは、素晴らしいことだなというふうに思います。そして、次のお話、ちょっと今日資料を持ってきたんですけど、なかなか全部お話できないんですが、今の基地の状態ですが、これ3月に、駐屯地が開設された時の写真なんですけども、これが前景です。でここに3つあるんですが、これ弾薬庫です。でこれがここにもう1つできます。今建設中です。4つできるんですけども、これがどういう位置関係にあるか、というと、これが、平面図なんですが、ここにちょっと見えにくいですから、4つの火薬庫があって、ここに県道が走ってますね。県道が見えますよね。でここは集落なんですよ。この集落から火薬庫まで、
500メートルないです。で、これ横から見るとよくわかるんですけど、横から見るとこれフラットなところから 見た基地なんですけども、これパイナップル畑が今ありまして、ちょうど今収穫期ですね。で、これ右の方に出しますとこうなってまして、これが弾薬庫です。で、これ集落です。どんだけ近いかわかりますでしょう。こういう位置関係の中に置かれてるっていうことなんですよね。それが2つ目、3つ目で、3つ目に申し上げたいのが、住民投票が一体どうなってるのかって、インタビューの最初に金城龍太郎さんが、少しお話しされてましたけども、触れたいんですけども、そもそも、石垣市には自治基本条例っていうのがありまして、ちょっと読んでみますと、4分の1以上の者が連署を持って、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。で、市長は第1項の規定による請求があったときは、所定の手続きを経て住民投票を実施しなければならないという、そういう石垣市自治基本条例というのが十数年前にできて、ずっとあったわけです。で、これに基づいて、金城さんたちは署名を集めたわけなんです。2018年の11月1ヶ月で、1万4000人集めて、ですから3 4分の1を超えたんです。なので、住民投票を実施してくださいというふうに言ったところ、市がやったことというのはまず市議会にかけたんです。 市はだからまず、地方自治法にのっとる方法で市議会にかけたんですね。で、市議会にかけたら、野党の方が数は少ないんですけども10対10まで持っていけたんです。自民党まで賛成したんです。1人で10対10まで持っていけたんですけども、議長の議長採決で否決されてしまったんです。その議長というのが公明党だったんです。で、そういうことがあって、その後市は議会で議決したから実施はしないということで、ずっと実施しないということを言い続けたので、県庁さんたちは裁判に訴えたんですけども、1つ目の裁判が、昨年残念ながら最高裁で、却下の決定を受けてしまいまして、今2つ目の裁判に入っています。で、1つ目の裁判というのは自治基本条例にのっとってほしいというだけの話なんですよね。市長は義務を果たしていない、果たしてほしいというだけの話、そういう裁判なので、義務付け訴訟という、名付けて やったわけなんですけども、これに対して裁判所は、処分性がない、処分に当たると返せないという、こういう難しい言い方してるんですけど、要するに裁判に当たらないと。で、自治基本条例そのものに踏み込んだ判決ではなかったんですよ。なので県庁さんたちはもう一歩踏み込んで、市長の義務を問うということではなくて、市民の権利が存在するかどうかっていう裁判をしたんです。それが2つ目の裁判で、当事者訴訟っていう。で、これなんですが、その当事者訴訟が5月の23日に判決が出たんですが、この判決の理由について私は強く、お伝えしたいです。そのことについて、さっき金城君はこれは何て言うんだろう、パロディだっていうこと、ありえないっていうことを言ってましたけど、この理由について裁判官がこう言ってます。市民側が根拠とする市自治基本条例の住民投票条項は2021年の改正で削除されたので、法律上の地位は存在しえないと判断して門前払いとしたということで、署名を取った後に自民党公明党がものすごい動き方をしてですね、最初は自治基本条例そのものを廃止するという動きまで行ったんですけども、途中でそれができないと思うや否や、住民投票条項だけを削除するっていう手段に変えて、これを多数の論理でですね、通してしまったんです。たった1日で、3年かけて作った自治基本条例の根幹となる部分をたった1日で削除してしまった。これが、ここですね、2021年の6月28日、削除決議で、これがされたことで、もはや市民には投票する権利がない。しかし考えてください、彼らが署名運動を集めたっていうのはずっと前じゃないですか。自治基本条例の住民投票条項が存在している時に集めたものなんで、その時に権利があったのは当たり前の話じゃないでしょうかね。
こういう裁判が石垣市議会で、いけない石垣市であったということは、僕は全国的な問題じゃないかなというふうに思っているので、そのことについて龍太郎君が静かに怒ってたということですね。そして最後ですね、解説の最後なんですが、この米中間の紛争の可能性ということで、やっぱりこのことがさっき の、 漁師さんの、インタビューにも関わってくることなんですけども、台湾有事って何だっていう話ですけど、これについて もう皆さんもおかしいんじゃないのっていうふうに思っておらっしゃる方がほとんど全員じゃないかと思うんですが、ジャーナリストの岡田隆さんという方が世界の2月号で台湾危機というのは作られた危機であるというふうにおっしゃってて、まさにその通りだと思うんですけど、私はもうこれを言えば終わりじゃないかなということなんですけど、まあ、岡田さんは5つ根拠を挙げてますけど、その中で僕はこれですね、金額量ともに史上最大規模の台湾への武器売却をずっとやってるわけですね、アメリカは。で、これは過去5年間で最大100億ドルの軍事支援を明記したというのは、つい最近のこれはバイデン政権がやってることで、これをずっと台湾に対してどんどんエスカレートして台湾に武器を売却しているわけですよね。で、これをやっていたらこれ自身が戦争の原因になるのは当たり前じゃないですかね。だから台湾有事の原因っていうのは誰が作ってるかって言ったらアメリカですよね。だからこれをやめれば台湾有事のほとんどの原因がなくなるんじゃないかと僕は思うので、それをやめさせなきゃいけないんですけど、やめさせるのは一体誰だっていうことで、僕はやっぱ日本の役割ってのは大きいんじゃないかなと思っております。で、そこで日本と、中国との関係で先ほどの漁師さんとの話にも関係してくるわけなんですけども、尖閣問題ですよね。で、まあ、前提として、日本と中国との間っていうのは、今から51年前に国交正常化になって日中共同声明を結んでですね、まあ、もちろん十分なものではないと思いますし、その6年後の日中平和友好条約を結んだ結果、まあ、日本と中国との間では平和条約を結んでいる関係にあって、条約ですから、首相が変わっても首相がどんな人になったとしてもこの条約は守らなきゃいけない、安保条約を守るんだったら日中平和友好条約も守らなきゃいけない、こういう関係があって日本と中国との間では世界で最大の貿易相手国になっているわけですけど、で、この表なんです。これご覧になった方いらっしゃいますか。これ海上保安庁のホームページに載ってるんです。で、何かというと、中国の公の船、海警局って言いますよね、公の船が日本が主張する領海と接続水域に入った月ごとの席数なんです。すごいデータだ。毎月これが公表されてるんです。で、これ見てみるとですね、面白いことが気づくんですけど、2012年まで中国はほとんどっていうかゼロだったんですよ。日本の主張する領海の中に船を入れてなかった。2012年からドンと入ってきてる。この赤い棒グラフが領海内に入ってきた席数、この青い折れ線グラフがその外側 22km というので接続水域に入ってきた、中国の公船の席数なんですけども、これが2012年からドンと入ってきております。果たして2012年って一体何があったんでしょうか。これ私の親愛なる石原慎太郎がですね、尖閣諸島を購入するという基金を設立した年でございまして、で、それに対して当時民主党政権だった野田政権が、一部私有地だったんですけど、公有地だった、一部公有地だったんですけど、私有地の部分を国有化するということで、その年のうちに2012年のうちに、尖閣諸島の国有化をした年、2012年なので中国が動き出したんですね、この年からね。ですからこの2012年、13年、14年あたりっていうのは凄まじかったんですよ、いろんな衝突があって。そこで2014年ぐらいから少し落ち着いてきたの分かりますか。公海に、領海に入った積数がですね、少し落ち着いてきてる。で、これを、別の表に書き直してますとこうなるんですけど、これ2019年からですよ、ほとんど14年から変わってないんですよ。これを月ごとの、日数に換算し直しました。すると、だいたい月平均で2日から3日なんです。
中国の船が、日本の主張する、領海の中に入ってきている日数が2日から3日、しかも大体通常は2時間で入って帰るというパターンらしいです。で、これに対して日本の、そのメディアはですね、中国の船が日本の、近海に入ってきていることが常態化しているという言い方を言いました。常態化というのは常にの態度と書いて常態化で、これ国語辞典で調べるといつもなんですよ。いつも入ってきてるっていうふうに解釈されるんですけど、この月に2日か3日中国の船が入ってきてることをいつもっていうふうに解釈できますかね。いつもじゃないでしょう少なくとも月に2日か3日なんです、正確に言うと。で、長く入る時もあります。2時間じゃなくて十何時間とか、それは日本の、漁師さんが入ってそれに対して一緒に入ってるんです。で、しかもこの漁師さんが入っているというのが問題がありまして、とある僕よく知ってる市議会議員が、石垣市の自民党の市議会議員が自分は漁師だということでカンパを集めて領海に入るんですこういうことをやってます。で、そういうことをやるとですね、やっぱり中国も動くという、そういうことが繰り返されていると。で、それがないときは普通は大体2時間大体勤務を終えて戻るということを繰り返しているという状態が実態ですね。で、これがさっきの漁師さんが言ったことの背景でもあります。で、いうことからすると、さっき言った2014年からこうある意味その2日か3日でずっと推移しているというのはなぜかというと、背景がございまして、2014年に4項目合意というのを日本と中国との間で交わしています。で、これはすごく大事な、これ外務省のホームページに載ってます。4項目合意で検索できます。この3番目、資料の中に入れておきましたけど、3番目にすごく大事なことが書いてあるので、ここだけ読んでみますと、日本と中国は異なる見解を有していると認識する、対話と協議を通じて情勢の悪化を防ぐとともに危機管理メカニズムを構築し、不測の事態の発生を回避することで意見の一致を見たという、こういう合意をしております。これをしたことでああいう月2日か3日という状態が維持されているというふうに私たちは解釈できると思うんですね。で、これでこれがどういう誰と誰が確認したかというと、当時の安倍首相と習近平主席です。だから安倍首相は悪いことたくさんやりましたけど、一個だけいいことやってるってことなんです。で、これは本当事実なんで。で、なんでこういうことをやったかっていうと、相当当時の外務当局が焦ったんだと思いますよ。あの国有化したことによって中国がすごく動いたこととかいろんなことがありました。国内では中国国内で暴動とかもありましたしね。なんとかそれを抑えたいという気持ちが外務当局にあったんじゃないですかね。それが安倍首相を動かしたんじゃないかなというふうに思いまして、それが今でも生きているということですね。ですから、そういうことを再確認すればいいんじゃないですかね、今やるべきことというのは。いきなり防衛費増額じゃないんじゃないですか、それは違うでしょうと。で、アメリカに対しても台湾に対しても武器供与をいい加減やめなさいということを言わなきゃいけないんじゃないですかね。そういう時に今来てるんじゃないかと思います。ということで、まあ、一応この解説はちょっと終えて、それであともうちょっとだけ時間がございますので、これもあるんですけども、これが石垣市議会で12月に採択されました長射程ミサイルに対する意見書ですね。市議会議員が野党議員が頑張ってやりました。で、そこで先ほどの4人の、インタビューについてちょっと解説させていただきたいんですけども、1人目の金城龍太郎さんについては、まあ、さっき申し上げた通りなんですけど、2人目の漁師さんなんですけど、私は石垣島に初めて入ったのが2018年なんですが、ずっと漁師さんの話聞きたいなと思ってインタビューとか試みていたんですけども、本当に難しくてですね、できない。で、漁業協同組合漁協に正面から申し込んでもマスコミ以外は受付対応しませんということで、全然相手にもしてくれないんですよ。なので本当に近しい人というか、近しい人ってやっぱり運動してる人ですよね。そういう人からこう、なんか漁師さんいないかねって言うと、なかなかいないと思うよって、なかなかそう話してくれる人っていないと思うよっていう中で、やっと出会えた方なんですね。で、
考え持ってる人か全く分からなかったので、とりあえずお会いしたら、元自衛隊でもう私はもうミサイル基地大賛成だという方だったので、それがすぐ分かったので、まずこの方には話をとにかく聞こうと思ったんですよ。聞いて最後に一つだけこちらが質問しようと思ったのが、龍太郎君たちの住民投票についてどう思いますかっていうことなんです。でそれについて彼が答えたのは先ほどの答えがそのもので、反対しなかったんですね。彼は住民投票について、こんだけ自民党や 市がですね、住民投票を潰してきたんですよ。ミサイル基地参戦の彼は住民投票について反対って言わなかった。それどころか市や県はちゃんと説明すべきだと思ったんですから。それがね、今住民投票運動の今立ってるところだっていう意義というか、ここまでやってきたんだっていうか、心の中に反対してる人たちの中にも、その、基地を賛成してる人たちの中にもこれについて反対はできない状況というのをね、住民投票運動っていうのは若い子たちが作ったんだっていうことを、しかもこのインタビューは3月今年入ってからのインタビューですから、基地はもうできるわけです。できてる、目の前にできてるのに、普通考えたら今住民投票やったって仕方ない仕方ないじゃないかって思うと思うんですけど、そういうことを彼は言わなかったっていうことが、あの住民投票運動の何て言うんですかね、素晴らしさだったんだと思うし、今も裁判から続けてますけども、即日5月23日にあの判決が出た後、即日裁判をやってる原告今3人いるんですけど、全員30代なんです。この30代の3人は即、控訴しますと言って控訴もしまして、次の控訴審に向けて頑張っていますので、ぜひご注目していただきたいなというふうに思います。それから3番目の21歳の女の子なんですけど、彼女もですね、本当に僕がこう取材を重ねていくとですね、要するに基地がもう完成に近づけば近づくほど、運動する方からですね、こういう意見が出てくるようになりました。市民の意識がねっていう、市民の意識がなかなかねっていう、そういう声が少しずつ大きくなってきました。だったら市民の声ってどういう声なんだろうなってことを聞きたくなったんですね。でその市民ってどうやって当たったらいいのか、まさかこう、街ながらこうマイクどんどん突きつけて答えてくれるかどうかあったら、なかなか自信もないですし、そこでいろいろこうさっき言ったように、そして活動している人たちを頼ってで、じゃあ紹介してあげますよってことで紹介した子が、ある僕の知り合いの後輩だったので、先輩の言うことは聞かなきゃいけないと思ったらしくて、飲み屋にやってきたんですけど、なので顔だけ勘弁してくださいということで顔を取れなかったっていうのがあの子なんですけど、すごくたくさんのことを喋ってくれたんですよね。で僕はやっぱり一番最後に彼女が言った言葉で、やっぱりミサイル基地についてなかなか私はその反対だって言えない、もう諦め感がすごく強いですよって言った時に、何たって沖縄のことを聞いてくれないじゃないかっていう、で前の県知事があんだけ頑張ったのにって言ったんですよ。彼女沖縄戦って言葉も出てこなかった子ですよがそういうことを言ったわけですよ。だから石垣市と沖縄島っていうのは400キロ離れてるんですよ。でなかなかその石垣島のことを沖縄島の人もなかなか分かり得ないような状況にあるにもかかわらず、石垣島の子は小長県知事のことを見てたんですよ。これすごい心の中燃えてくるような気がしてね、こういう気持ちが あるんだと、あってやっぱりそれは前提としてなかなか反対に踏み切れないという気持ちがあるんだということは、本土の私たちはには分からないことじゃないかなと思ってすごく感激したので、それ可能性ですよね。やっぱり根っこではおかしい、何とかしてほしいって思ってるんだってことだと思います。そして最後の、あなたに四郎さんという方、41歳の若い市議会議員で 無所属です。どの政党にも所属してないんです。で彼が今リーダーです。今野党の連絡協議会のリーダーで頑張ってるんですけど、
12月にこの意見書を採択したんですけど、でなぜこの中立の4人がですね賛成に回ったのかということなんですけど、この中立の4人のうち、中立の4人のうち1人は野党に近いんです。3人が自民党に近いんです。でいつもそういう感じなんですけど、この3人のうち自民党に近いうちの1人が、自分が賛成する理由を演壇の上で堂々と言ってました。最初中山市長は中距離ミサイル配備でこの基地をミサイル基地を導入したんじゃなかったんですかって、そういう約束だったでしょって、だから私たちも自衛隊基地に賛成したんだと、それは長射程ミサイルっていうのはそんな約束してないですよって、そういうことを中立系の人が堂々と言ったわけです。でそれでこの野党の提案した意見書に賛成してですね、自民党公明党を上回る11人でこれを通すことができたということで、頑張ってるということですよね。でその後ですね、これだけじゃなくって、中国に対して中国とのやっぱり正常なさっき言ったような4項目合意含めたですね、日中平和友好条約などこれまで確認したことを再確認するような外交交渉をすべきだという意見書も採択しています。これについて4人の中立系の議員も賛成しています。でこれと同じ、意見書がですね、県議会にも出されました。で県議会でも採択しました。でそれと同じ趣旨の、意見書が東京の小金井市でも採択されました。で全部うちなんちゅう系の市民が発端となった運動なんですけど、まだまだ進んでないですけど、やっぱり島々からスタートしたこういう運動が始まってるということは間違いのない事実だというふうに思います。というぐらいで解説は終わりです。一応時間前でよろしかったでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。まだ5分くらいあるんですけど、情報がですね、石垣の情報がなかなかこうどうなんですかというご意見があったので、資料にも入れときましたけども、このように八重山西部のホームページとか、アイラブ石垣という市民連絡会のホームページ、それから住民投票を求める会のフェイスブックをこうやって作ってますので、こちらから見ることができますので、資料に入れておきましたので、ぜひ、見ていただければなというふうに思います。ありがとうございました。